ウーベ島、ウーベ島は南大西洋の阿南極に浮かぶノルウェー領の火山島である。2016年現在、無人島である。ケープタウン、南アフリカの南南西、約2、500キロメートルに位置する。最も近い陸地、南極大陸との距離は1、600キロメートルであり、地理的に世界で最も隔絶したことである。島には、 無人の気象観測所がある。ノルウェー王国の一部ではなく、俗領という位置づけにあり、国際標準化機構の定める ISO3166 では単独の国名コード BV、BVT が与えられている。そのため、枯絶した無人島であるにもかかわらず、アマチュア無線やインターネットなどの分野では、国に準ずる地域として扱われている。 南アフリカの南南西、約2、500キロメートルに浮かぶ。付属の小島を除けば、周辺に、島の姿のない絶海のことであり、最も近い陸地は1、600キロメートル離れた南極大陸のドローニング、モードランド、クイーンドランドである。人が定住する集落がある最も近い場所は、2260キロメートル離れたトリスタンガクーニャである。 島の93%は氷河であり、島の東海岸と南海岸を覆っている。波の浸食作用によって海岸は急なけとなっており、海岸沿いにはラース島などの小さな岩や続島が散在している。島には港湾設備がなく、沖合に闘病地があるだけでアクセスは困難である。船からヘリコプターでアクセスするのが最も容易な上陸方法である。 海岸線はしばしば海氷に覆われる。島の最高地点は、オラフ港と呼ばれる780メートルの山である。島の中央には氷に覆われた火山の河口があり、ビルヘルムツープラトと呼ばれている。島の西海岸にある溶岩棚は1955年から1958年にかけて形成されたもので、鳥たちの良い栄装地となっている。この島は、 大西洋中央海嶺の最南端部に位置する。島の西約2 7 5トルには、アフリカプレートと南アメリカプレート、南極プレートの境界となるブーベミエ店があり、大西洋中央海嶺と南西インド洋海嶺が接続する。この島はおそらく、1739年1月1日に、フランス東インド会社のジャンバティスト・シャルル・ブーベド・ロジエによって発見された。 ブーベは、観戦アグラと、マリエを率いる将校であり、ブーベ島の名は彼に由来する。しかし、島の位置についての計測が不正確であり、南海54度、東経11度と東へ8度もずれて記録されしまった。ブーベは、就航を行わなかったので、発見されたり口が島であるのか大陸の一部で、あるのかさえはっきりしなかった。1772年には、 ジェームズ・クックがブーベの島を発見するためにアフリカから航海を行ったがブーベが報告した地点で島影を確認することはできなかった。クックはブーベが氷山を島と誤認したと結論付け引き上げている。1808年イギリス・ロンドンの捕鯨会社サミュエル・エン・ダービン社の捕鯨船スノースワンの船長ジェームズ・リンゼーによって島が発見された。 林勢は島への上陸は行わなかったが、正確な位置の報告を行った。林勢が発見した島は、甚だしく誤った位置で報告された、ブーベの島と別の島と考えられ、当初は林勢島とも呼ばれていた。林勢島とブーベ島が同一の島であったとされるのは、後のことであり、しばらくは島の童貞が困難な時期が続く。アメリカの探検家、 ベンジャミン・モレルは1822年に島に上陸してアザラシを買ったと主張しているが疑わしい。この島にブーベ島の名を与えたのはモレルとされる。1825年12月10日、サミュエル・エン・ダービン社の捕鯨船スプライトリーとライブリーを率いたジョージ・のリスが島に上陸し、この島をリバプール島と命名、イギリスの国王に属するものと宣言した。 しかしながら、ノリスは、リバプール島が、すでに発見された島であることを知らなかった。また、ノリスはこの島の付近に、トンプソン島を発見しているが、今日では実在しない島と結論付けられている。1898年には、ドイツのバルディビア探検隊を率いたが島を訪れたが、上陸はしていない。1927年、 ノルウェーの船ノーベジアの乗組員が上陸して小屋を建設し数ヶ月間生活した。このことが戦線の実績であるとしてノルウェー隊の隊長であるラース・クリステンセンは192年12月1日にこの島がノルウェー領であると主張。1928年1月23日ノルウェー王の最下を経てブーベ島はノルウェーの領域に編入された。 イギリスはノルウェーの主張を認めて請求権を放棄。1930年にノルウェーの法律が成立し、ノルウェー王国の主権下の俗領となった王国の一部ではない。しかし、ドイツの南極体験隊が1939年に立ち寄っている。1950年代から1960年代にかけて南アフリカ政府から 気象観測拠点としての関心が寄せられたが、あまりにも厳しい気象条件のために断念されている。1971年、ブーベ島とその領海は自然保護区に指定された。1977年にはノルウェーによって無人の気象観測拠点が設置された。1979年9月22日、アメリカの人工衛星ベラが、 ブーベ島とプリンスエドワード諸島の間で大規模な核爆発のような閃光を観測したベラ事件。南アフリカ共和国の核実験ではないかという説があるが原因はよくわかっていない。1994年、ノルウェーは38立方メートルのコンテナによるフィールドステーションを建設した。2007年10月19日、ノルウェー局地研究所は フィールドステーションが衛星写真で確認できななったと報告した。後の調査によって氷の地滑りか雪崩によって建物が押し流されたと判明した。2009年現在、フィールドステーションの再建が計画されている。なお、無人気象観測拠点はダメージを受けていない。ウーベ島は、ノルウェーの俗領であり、ホーム、警察省の局地局が管轄している。 南極とその周辺において、ノルウェーが俗領として領有権の主張を行っている。地域としては、他に南極大陸のドローニングモードランド、クイーンモードランド突破を取る一斉島がある。これらの地域は、南極条約によって、領土主権、請求権が凍結されている。ウーベ島は、南位60度以北にあるために、南極条約の対象とはなっていない。ノルウェーの持つの 本土以外の領土としては、北極海にスワールパル諸島とヤンマイエン島があるが、これらは、俗領ではなく、本国の一部とされている。ISO3166 では、国に準ずる地域として、国名コードが設定されており、2文字コードで BV、3文字コードで BVT が割り当てられている。海洋政区分コードの規格としてがあるが、 これに対応する割り当ては行われていない。ブーベ島への電話は衛星回線に限られ国際電話コードの割り当てはない。また、郵便番号もない。インターネットの国別コードトップレベルドメインは原則として国名コードによって設定されているため、ブーベ島には PV が割り当てられている。ただし、現在は使用されていない。 アマチュア無線のコールサインとして、ノルウェーの通信当局は、ブーベ島に 3Y のプリフィックスを割り当てており、アメリカ無線中継連盟が作成した DXCC のリストでは、ブーベ島は独立した地域、エンティティとして扱われている。ごく稀に、学術調査員などが免許を得て運用したことがある程度で、更新が困難なエンティティの一つである。 3Y5X のコールサインで行われた1989年年末から1990年にかけて2週間程度の移動運用は日本からも多くのツボネが更新に成功したペデーションで夕方の TV ニュースでも報じられたサウスジョージアサウスサンドウィッチ諸島やサウスオークニー諸島サウスシェトランド諸島とともに少し赤い諸島のツンドラエコリージョン 生態域に分類されている。その厳しい気候や氷に覆われた地形、クルー50度の暴風のために、植生は苔植物、仙類や地類に限られ、樹木は育たない。島には、アザラシやシカ類、キキャク類、ペンギン類、海鳥が生息している。より詳細に見れば、キキャク類では、南ゾウアザラシ、南極オットセイなど、ペンギンでは、ヒゲペンギン、 マカロニペンギン、アデリーペンギンなど、海鳥では、ギンフルマカモメ、ハイロウオトウゾクカモメ、アシナガウミツバメ、クロハラウミツバメ、南極クジラ鳥などである。1971年に発令された王国令によって島全体が自然保護区に指定されている。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。